初か最後までいろんな形で、はい、遊園地です伊藤さん今回もお願いします。よろしくお願いします。今回の後楽園ホール大会なんですけど、また これまでのライズの大会とは色の変わったというか、なんか記者会見でも非常にキャラの濃い選手が多く集まったかなと思うんですけど、はい、まあ、伊藤さん今回の大会も全体的なラインナップ見て、まあ、どんな感想ですか？まあそうですね、上の2試合はもう王道のライズスタイルの試合で、はい、あとはもうキャラとか、はい、いろんなの多様性に今度マッチメイクになったのかなと思います、はい。やっぱ伊藤さんもずっとイベントをやってきて、やっぱこういうなんか選手たちの例えばキャラとか個性でというものはやっぱりどん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 出していってほしいっていう気持ちってのはありますか？まあ、そうですね、プロですからやっぱり個性はやっぱ重要ですよね。強さがあってプラスアルファ個性がないと、うん、やっぱ人気選手っていうのはなかなかできないので、はい、それぞれいろんな個性があると思うので、それをどん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 出していってもらいたいなっていうのはありますね。実際記者会見、反響だったり伊藤さんも横に並んで、はい、みんなのコメント聞いてみて、いかがでしたか？まあそうですね、一番やっぱ反響あったのはあれですよ、やっぱりレイヤーと柚木、はいはい、やっぱりその鬼嫁っていうんですかね、はいはい、元奥さんも元キックボクサーということでね、そういう部分で反響そこはありましたね、一番ね。まあ、なのでああいったなんか選手のバックボーンだったりキャラクターとかリング以外のことを見せることでより試合が注目されるっていう部分もやっぱあるじゃないですか、はいはい、そういった意味であの試合も奥さん込みでどんな試合になるかとか。そうですね、はい、奥さん込みですし、はい、僕が希望してるのはリング上がった時ルール説明あるじゃないですか、はいはい、そこに奥さん2人並んでほしいですよ、ね、ちゃんとリング上で1回2対2になる2対2になるっていうね、はい、そこまでやってもらえたら僕はそこは成功かなと思います、はい、なるほどですね、わかりました。まあでもやっぱり純粋に試合楽しむファンの方もいれば、うん、こういったとこからきっかけになってライズを見たり、うん、はい、選手を知ることもあると思うので、うん、はい、やっぱいろんな人たちに見てもらえるなんかチャンスを作るっていうのはやっぱ大事ですよね。そうですね、もうやっぱりきっかけというかね、目に留まるものが多ければ多いほど選手が目に触れてくれるので、うん、こういうのは重要ですよね。あとなんか僕の個人的な感想なんですけど、結構ライズっていうイベント自体なんかその多様性のあるイベントかなと昔から思ってたんですけど、やっぱその辺はいろんな形で大会を盛り上げてほしいっていう気持ちは例えば旗揚げした当初とかからあったんですか？もちろんそうですよ、うん、やっぱり個性があってのプロなんで、やっぱそういう部分はどん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 そのフューチャーしていきたいっていう気持ちありましたよ、ね、うん、なんか今まで特に印象に残ってる選手とかいますか？本当初期の頃だと、はい、まあ、知ってるか分かんないですけど、はい、青柳とか、はい、僕も今回のマッチメイクの時最初に青柳選手のことが思い出されて、やっぱ踊って入場したりとか、ね、はい、で見た目はねコアモテなのにはね、はい、TRF のダンスイージスダンスやったり、はい、初期でいうとあの青柳君がすごかったですよね、はいはい、確かに、うん、特にまだ当時はまだなんか格闘家はなんかもっと固くいなきゃいけないみたいな、はい、イメージもあった中で相手選手がいたりとか、はい、あとはなんかヒールっぽいキャラだったら、うん、まあ、結城選手とかもともとは、ね、はい、まあ、結城なんかも本当に悪道でね、はい、キャラを作って頑張ってましたね、はい、だからいろんな多様性を見せるっていう意味ではある意味今回もライズらしい大会かなっていうのは、まあそうですね、はい、まあ、多様性に富んでるかなと思います、うん、はい、なるほど。まあ、そういう試合もある中で先ほどの冒頭にあった2試合、うん、小林対決、あと大崎選手の試合っていうのはまさにこれは逆に王道ど真ん中のライズのカードかなと思うんですけど、はい、まあ、この試合に関しては、まあ、大崎選手の試合に関しては伊藤さんはどんなことを、はい、まあ、王者になっての第一戦なのでどんな戦いかするのがやっぱ注目ですよね。やっぱり彼自身もこれ止まってるつもりはないと思うので、その先いろんな目標があるので、ここはすっきり決着できる戦いができるかっていうのがすごく見どころだと思いますね。やっぱりこの大崎選手このタイミングで試合を組む上でやっぱり海外の選手を当てたいっていうのは伊藤さんの中でずっとあったんですか？まあ、そうですね、一度はやっぱり鈴木雅彦という強豪に勝ってますので、次にやる相手はいるのかっていう時はまだ、今候補は出てきてるんですけど、このタイミングではまだなかったので、日本で戦ってる常連選手とどんだけできるのかっていうのは見たいなってありますよね。大崎選手 やっぱその鈴木選手との試合もそうなんですけど、ここ最近 この大崎選手の試合ぶりとか充実ぶりっていうのは伊藤さんはどうご覧になっていますか？あんま隙がないですよね。やっぱり全てを使って攻撃できて目もいくってもらわないですし、でまだ若いじゃないです だからこれから本当に55キロのトップ前線にすぐ食い込むと思いますね。まあ、比較的55でいうとやっぱり獅童選手、うん、鈴木選手のこうな2トップみたいな状況でしたけど、はい、もうやっぱりそこにもう並ぶというか、なんなら食っていくぐらいの、まあ、でも近い将来多分そこに
ぶつかっていくと思います。もちろん白だったりたまる時もありますし、そこら辺に多分絡んでいくと思いますね、来年あたりは。で対サイドのババヤン選手、まあ、K-1 でも試合をしてたりとか、まあ、海外でもタイトルたくさん持ってますし、KO 負けしないっていうか、粘り強く戦う選手だと思うんですけど、ズバリテーマ的には仕留めれるかどうかというところがポイントになってきますか。はい、まさにそうです。一番の分かりやすい相手だと思うんですね。大崎幸喜がどのような戦いができるかっていうのが、彼の今置かれている立ち位置を証明する試合になるかと思いますね。まあ、そしてメイン小林対決ですけど、まあ、リング上でのこうアピールもありましたけど、はい、まあ、こう決めた理由っていうのはどんなところにあるんですか。まあ、まずはそうですね、今日本で置かれる中で最高峰の試合ですし、また期待される試合ですよね。でまたオープンフィンガーであるし、であとは彼女たちの覚悟というんですかね、やっぱ女子格ってどうしても男子が上に上がって下になっちゃう、よくても下っていう部分もあったので、まあ、覚悟を踏まえつつ僕の期待も込めて今回メインにさせてもらいました。まあ、特にやっぱ2人とも試合の中迫力とか、はい、こうなんか伝わってくるものが、まあ、いわゆる女子選手離れしてるというか、そういったものを感じるんですけど、伊藤さんはこの2人はここまでこうどういうふうにこう見てきましたか。やっぱりその女子格という色物というか、そういうところは超えてますよね。やっぱり本当にアスリートというかファイターとしての戦い方でできるんで、彼女たちの試合次第で今後の女子格闘技 の立ち位置も変わるんじゃないかと思います。伊藤さんはお二人接してみて、やっぱなんかそういうなんていうんですか、気持ちの覚悟と なんかそういったものってやっぱ伝わってきますか。まあ、めちゃめちゃいい子なんですよ、二人とも。めちゃめちゃいい子、はい、ただギラギラしてるというか、うん、欲の塊というのを感じますね。なんとかしたい、私がなんとかするみたいな、そういう気持ちが伝わってきますね。じゃあそういうのギラつきはやっぱ持ってるんですね。持ってますね。ファイトスタイルにもやっぱその辺ってやっぱ出てますかね。まあ、アリナなんかまさにそうですよね。彼女多分体重とか49だったらほぼ通常と変わらないんですよ。だからまあ52までも行こうと思ってるので、まあ、相手がいないんだったらどこでもやるみたいな、自分の拳の強さを証明するためにはどの階級でもやるぐらいの勢いなんで、でママゾもやっぱりいろんな曲をごとやりつつ、今ちょっとね、伸び悩んでますけども、ここで勝てば彼女も一気にまた再ブレイクする可能性もあると思うんですね。僕もやっぱアリナ選手みたいな強いやつとはどこでも戦うとか何キロでもやるっていう、こうなんかこうそれこそこうなんか武道家というか、そうなんですよ。あの辺がすごく見てて単純にかっこいいなと思うんですよね。なんか男っぽいですよね。本当に女の子なんですよ、声もすごい高くてでもいざリングに上がってね、上がらしちゃうともうああいう風にね戦いができるっていうのは本当にギャップがあって面白いですよね。あとあんだけなんだろう倒せるというか、今まで伊藤さん見てきた中でもちょっと特別ですか、女子選手の。まあ、そうですね、僕が思うだと神宮寺さんの拳の強さってここの剣の強さなんですね。打った時にここをしっかり伝える剣の強さっていうんですかね。あ、じゃあまさにこうなんかこうゴツンゴツンって当たってる。そうです、だからまあコンクリートやそういうもので殴られたようなパンチになると思うんですね。逆にマナゾー選手の方はいかがですか。まあ、いろんなこう本当それこそ経験値とか本当いろんな選手と戦ってきたものがこうあると思うんですけど、トータルバランスはマナゾーの上だと思います。飛び抜けてるのはアリアのパンチなので、そこですよね、どうなるのか。でもオープンフィンガーなんで、通常のブロックじゃ隙間入ってきたんで、パーリングやダッキングやローリング必要になるんで、パンチの打ち合いもちょっとすごく注目してほしいな。本当になんか一瞬もこう目が離せない、はい、試合展開になるかなと。そうですね、本当に一瞬で決まる可能性もありますね。あとやっぱり今回僕もこのラインナップと見てて、やっぱ伊藤さんにここに聞きたかったのは、メインイベントにこの2人の試合を持ってきたって、もちろん彼女たちの実績でもあると思うんですけど、やっぱメインに この試合を持ってきたっていうのはどんな意図とか理由があるんですか。まあやっぱ覚悟、女子格闘技を盛り上げたい両者で、トップで立ってる2人で最高峰のカード、また盛り上がりも見たりして、まあ、今回ダブルメインとして僕は思ってるんですね。まあ、その中でもあの2人を持ってったのはやっぱ期待度と彼女たち の覚悟っていう部分を非常に評価したいなというのがありますね。伊藤さんも現役時代、そのいわゆる最終試合っていうか締めの試合を何度も経験されてると思うんですけど、やっぱり例えば後楽園ホールの最後の試合ってやっぱなんかこう特別なものですか。メインそうですよね、やっぱり責務が重いというか、メインでお客さん帰っちゃうのはちょっと違うじゃないですか。どんな試合よりも面白い試合しなきゃいけないと思うんですね、メインは。それがメインイベントだと思うので、それを体現できる2人だと思ってるんで今回は。
そういった意味ではそれこそ前回の後楽園ホール大会の、うん、トーナメントの決勝もまさにこうメインが、はい、はい、閉まったというか、あれが大会の印象に残ったと思いますし、やっぱそういったところも、まあ、女子の2人もそうですし、大崎選手たちもやっぱこう他の大会と比べてもやっぱあの大会良かったなって思わせるようなやっぱ試合をするっていうところの勝負もしてほしいですか。そうですね、だからまあ前回ねあんな結果になって最終的には盛り上がりましたけども、前回以上の、まあ、本当に今年一番の後楽園を目指してほしいなと思いますよね。参戦選手全員にですね、まあ、そういったことも含めて女子戦線というところではこれからの先の展望とか展開というのはどのように考えられてますか。まあ、あのどちらが勝つかによって決まると思うんですけど、一回勝った方はテッサとやらせたいなとありますよね。52キロのチャンピオンと、はい、アリナも52を目指してますし、マナゾもやっぱりリマッチを望んでますし、次のステップとしては僕はあのテッサと再戦なのか挑戦なのかっていう道を作りたいと思ってますね。次のそう考えてもそこにつながるっていう意味でも非常にこうなんかこの試合の結果だったり内容はなんか重要になってきます。重要ですね。もう内容ですね。内容もちろん勝ち負けも重要ですけど、一番大切なのは内容です。その内容っていうところでは伊藤様はどんな具体的にも試合をしてほしいと思って、やっぱ気持ちが見える、やっぱ彼女が持ってる覚悟ってあるじゃないですか。そういう思いとか気持ちを見せてほしいですよね。それを出せばお客さんも感動すると思いますし、そういうなんか気持ちが伝わる試合を見せてほしいなって思います。やっぱ気持ちが入ってる選手とそうじゃない選手っていうのは伊藤さん見てもやっぱ分かりますか。やっぱ分かりますよ、うまくて強いんですけど盛り上がらない選手っているじゃないですか。で試合って難しくて一方的に勝って盛り上がるパターンもあるけど盛り上がらないパターンもあるんですよ。対戦相手のいいところを引き出すことができるかっていうのもあるんですね。対戦相手がそういう部分も重要で、完封するんではなく噛み合いを良くするっていうんですかね、お互いそういうのができるかっていう。ただこのダブル小林に関してはできると思ってます。なんか2人ともそういうタイプですよね。なんか、はい、他の選手とやっても相手のいいところも出すし、はい、最後自分が勝るっていうか。そうですね、はい、はい、それこそメインイベントだと思うんで、ここは本当に第一試合からいろんなこうライズを見つつ、最後の2つは王道のライズでどう。そうですね、面白いですよね。キャラがあってちょっとキャラがありすぎて飽きちゃうじゃないですか。まあ、最初は若手の試合でガッていくと思うん で真ん中ぐらいでキャラでやってて、キャラも本当に 2,3 試合見て飽きちゃうんですよね。飽きた頃にガチが入ってくるっていうちゃんとあのフルコースのようにこうちゃんといろんなこうまあただキャラも、はい、あのキャラが悪いんではなく、はい、キャラがでそんだけ注目されるってことは、はい、そこで内容が良ければもっと良くなるんで、はいはい、キャラが本当頑張ってくれたら、はい、イベントはもっと良くなると思います。だから僕もネギマジン選手とか、はい、あの写真とかであれですけど、試合になると結構というか根性ある試合するじゃないですか。そうですね、打たれ強いですし、まあ、先日福岡で見たのかな、負けてはしまいましたけど良かったですよ。ネギマジン成長してますね。だからそういうこういざ見たらわこいつすごいなとかやるじゃんみたいなやつをやっぱ見せてほしいっていうか、そうですね、そういうギャップでファンになっちゃうじゃないですか。なんだこいつキャラだなみたいな言ってて、いざ試合見たらすごくて強かったりするとちょっとファンになっちゃったなみたいなのあるじゃないですか。彼らにはそこにチャンスがあるってことですよね。なるほど。だからこそリングでいいもの見せれば余計にこうファンになってもらえるっていう。じゃあもう本当に今回はもう最初から最後までいろんな形で楽しむ遊園地です。なるほど。今回の後楽園は遊園地だと。わかりました。ズバリそのキャッチで、はい、今回は行きたいと思います。はい、では伊藤さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。